こんにちは、翔太です。今日もグラクロやっていきます。今日も喧嘩祭りやっていこうと思います。という感じで、パーティーはヘンドリクセンとイースティン、ゴーセルで、サブでフェスエーリー入れてやっていこうかなと思います。早速1戦目マッチしましたと。どうかな、勝ってるかな。強そう。うわマジか。今日とゼルドリスでエスカノール強いな。これ今日の全体攻撃でガンガン削られて、うわ強い。あれ痛いでした。ありがとうございますなんか攻撃一方的にされてリタイアしてくれました。まあなんとか一緒できましたとマジか、ありがとうございます。じゃあ最初のターンで決めたかったのかな、わかんないけど。まあ2回目やっていきます。2戦目ですね。2戦目はどんなの来るんですか。今日キングメリオダスフェスか、強。でもとりあえずまあ必殺と回復は封じたいね。必殺回復封じてダークネビアで、デバフ不要。いやでもなんか強そうだな。今日が強いよね。うわお、これ煽ってきてんの。久しぶりにスタンプ使ってくる輩にあったな。いや強いわ、強いね。まあ、いやどうしようかな。攻撃封じ入れちゃうか。いやでも攻撃封じ解けた後のメリオダスが怖いんだよね。いやーランクアップしまくってんな。メリオダスちょっとやばいね。あー石化ね、石化やだな。これさいける、あーいけるかな、倒せるかな。メリオダス倒したいな。これ倒しきれなかったらもう終わっちゃうよ。残るんかい。そこでやべえ、これが運命の分かれ道ですね。ここでフェスメリを倒せていたら、いやーここで倒しきれたら、いやもうこれ、あーやられた、もうやっちまってるわ。いやそこで倒しきれなかったのがマジで痛いっす。うわこれメリねえ、エリザベス出てきたところでですよね。いやーもう必殺撃たれて GG だよもうこれ。あーくそー、あそこで削りきれれば勝てたのに。いやーマジかー、これ必殺 GG じゃない。いやー必殺 GG だな。ゴーセルやられちゃうもんね多分ね。ゴーセルやられちゃうなこれ。終わってるわ。終わりを迎えました。てん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 ホタルの光流れますね。いやーもうこれさ必殺入れてもさどうしようもないよね。いやーくそ、あそこで、あそこでフェス。いやエリザベスじゃないや、メリオダスか。メリオダスあそこで削れなかった
ったのがもう痛いですね。あーもうこれダメですね。いやー運命の分かれ目でした。まあジジイですね。まあとりあえず攻撃入れて、はいダメでしたと。まあダメだよな、そりゃそうか。あーリタイアかな。あリタイアっていうかもう終わりだな。必殺食らって GG ですね。いやマジで、いや悔しいなこれ。あそこでメリオダス削れてたらいけたな。いやーしくったな、しくりました。いやーくそーマジか。だからイースティンの攻撃2回あそこで入れときやがったんだな。くそーくそ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 、しかしこれも強いじゃん。なんだよもう、デバフパーティーやないかい。まあ、とりあえず必殺貯められちゃったらもう終わっちゃうんで、必殺貯められないようにはするけど、だがしかし点火入る。そしてあれでしょ、ヘンドリクセンのデバフマシマシで攻撃してくるでしょう。はぁーっつって毒ダークネビル、ダークネビル感電毒出血、どんだけよ。いろんなデバフだもん、いろんなデバフ付与されちゃうもんね。もうやだ、どうなってんすか。いや攻撃封じてもさ、このデバフ痛すぎでしょ。もうデバフ対決だもんね。デバフの量的にはこっちの方が負けてるんだけどね。ワンチャンないかな。いやキングも痛いな。いやダメか、くそー。マジでデバフが全然消えないもんね。いやーこれえぐいね。いやーでもえぐいねいやーでもえぐいねこれ。これでキング削れる。あキングは倒せた。ただ全体攻撃っていうか全体のデバフが、うーわいた。あエリザベスね、あなたもエリザベスサブで入れてんだ。ちょっと考えてること似てますね。似てるな考えてることが。やめて、いい、いて、やめて。うお終わった。いやマジで草薙今日めちゃ強くね。なんでこんな強いの。いや俺もレベル80ぐらいにしてるけどさ、使おうかな草薙今日使っちゃおうかな。まあ、またの機会にちょっと使ってみたいと思います。使ってないんでね。ただフェスキングいるんでね、相手はね。俺はフェスキングいないからな。何がいいんだろうな、どういう構成がいいんだ。ちょっと悔しいんでもう一回いきます。うわフェス、しかも先制取られる。あフェスのリリアエスカ乗るか。いやでもいけるんじゃねえかな。いや必殺打たれなければ終わっちゃいけるよね。やめてイースティンやめろって。イースティンばっかやんなって。いやもうちょっとやりすぎだって。イースティンばっかりやっちゃダメだって。まあここでね必殺ですよ。でイースティンは次のターンでやられちゃうんで、もう必殺封じ入れて、でデバフ付与して出血入れてね、これで。いやイースティン倒さないで、イースティン倒さないで、やめて。
やめろ、やめて、やめてー。イースティンがやられる。いやー、やられるね、イースティンね。イースティンやられちゃうとな、嫌なんだよね。よし、でまあランクアップしてね、攻撃も封じましょう。もう攻撃封じて、もう攻撃させないだな。デバフ入れて、攻撃も入れ、攻撃封じも入れてく。あーでもエスカノールかな、エスカノールの攻撃があるかな。 OK、 一発だけ耐える。よし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 。で次回復されちゃうんで、リリア削りたいなこれ。よし、いけ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 、ゴー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 。これでリリア削り切りたい。いけ、あと面白い、ナイス。リリアと、おお、エスカノールも削った、いいね。これ勝ったな、これはさすが勝ったっしょ。キングね、なるほど、キングちゃんね。敵か、あー回復、回復してメリオダス痛いです、メリオダス痛いです。でまあこうかな、まあ負けじとね、必殺は入れさせたくないんで、必殺ゲージ削ってデバフをモリモリ入れてね、まあ、回復してきたら別にそれはそれでいいんで。よし、ヘンドリクセンの必殺がたまる、削りきれないっしょさすがにね。あ、石化あるか、あ、石化ない。よし、これはもうもらいですね、もらっちゃいます。よっしゃー、いいね。これ必殺ぶち込んで、闇をさえも飲み込む執行で、金札のシールド貼るんで、まあキングの攻撃も食らわないですね。ジッチいいですね。これあとはね、相手の攻撃耐えれば終わりですね。多分デバフで多分倒せるんじゃないかな。オッケー、耐えるでデバフでジジイ、オッケー、ナイス、強い。いやー危なかった。まあなんとか、まあ、4戦して2勝2敗で終わることができました、なんとか。あー、いやでも2戦目な、メリオダス倒せたらな、ワンチャンあったな、あそこで削りきれなかったな。まあダイヤもゲットしていって、ダイヤゲッツ、美味しい。まあダイヤがないんでね、もうステップアップガチャ引いてもう完全にダイヤ消失しました。まあ、という感じで、今回はヘンドリクセンとイースティン、ゴーセル、フェスエリでやってみましたと。